はい。皆さんいかがお過ごしでしょうかデンマークの首都コペンハーゲン在住の千春ですえ。本日はですね、まあ、雑談しようの会でございます。勝手に名付けましたえ。先ほど飲んでおりましたのは、こちら、見えない、ココアです。 実はですね、マーカスのご家族がコスタリーカーに行かれておりましてですね、コスタリーカーのお土産として、このめちゃくちゃパッケージの可愛いチョコレート、ダークチョコレートパウダーをいただきまして、早速これを温めたミルクで溶かしてココアにして飲んでみました。カンカンでね、すごい立体的な パッケージでございます。色使いとか、この YouTube やってるからわかるフォントとか、めちゃくちゃやたらかわいいコスタリカでございます。コスタリカ行かれた際はぜひ探してみてください。え本日フードかぶってる意味は特にないんですけれども、もう本当に急に冷えましてですね、コペンハーゲンは。もうダウンジャケット、レインジャケット、 着ててももう寒いぐらい、家の中でももう寒いぐらいなので、ちょっと暖をとっております。フードにて。まあ、雑談ということで、最近身の回りで起きたいろんなことを、一本のビデオにするほどのボリュームはないけど、どっかで話したいな、みたいな、そんなことをちょっとお話ししていこうかと思います。まずですね、最初は、私はあの自転車で基本移動しているので、まあ、ほぼほぼ毎日、チャリンコを乗ってるんですけれども、 この前学校行くときにですね、いつものように同じ道をチャリンコで移動しておりましたら、急に前の方でガチャーンみたいな、ちょっとなんか事故ったみたいな音がしたんですね。で、特にここコペンハーゲンは朝の通勤・通学時間帯っていうのはもうチャリンコ多すぎてめちゃくちゃカオスなんですね。もう、 普段やったら一人でスイート走れるようなところでももう4列ぐらいチャリンコ、チャリンコの列が4列できてそれがもう10人20人連なるぐらいでも大移動みたいな感じになるのでもう最初ね慣れるまでは本当にちょっとでもなんかブレたらぶつかるんちゃうかとかそういう怖さはあるんですけれどもそんな中でいきなりガチャンって聞こえてきてあなんかじっくり貼ったんかなとかって見たらブロンドの髪の女性の方が 結構怒ったような感じで、What the hell? みたいな <laughs> 英語でまず What the hell? ってって、バレオバドゥって言ったんですね。え最初は英語でえ何やねんみたいな。何事じゃいみたいな感じで、でバレオバドゥはデンマーク語で意味は何してくれとんみたいな感じで言ってはったんですで。そのぶつかった人の方を見たら、 その女の人は、デンタルのシェアのバイクを漕いで張ったから、まあおそらくコペハーゲン在住じゃないのか、まあ最近来たのか、まあ、とにかくその現地人ではないであろうという感じの方やったんですね。でその 現地人ではないであろうという方が、なんか、ソーリーみたいな感じで英語で返してたから、まあ慣れてないんかなとか思ったけど、そしたらね、それで、普通ったまあそれで終わる話やと思うんですけれども、その後ですね、近くにいた、また違うデンマーク人の男性が、次はそのブロンドの、何してこれとんねんみたいな叫んだ方の、女の方に、あの、なんかめちゃくちゃ叫んでたんですね。<laughs> あれってなって。あ、次はこの叫んでた女の人に何か男の人がすげえデンマーク語でババババ叫んでるとか思いながら見てて。だから、その、何言ってるかその男の人は。ババババ早いから分からへんけど、その言ってる雰囲気的には多分そのブロンドの女の人の方がなんか多分悪かったのかななんか、お前が悪いんやんけみたいな感じで言ってるような気がしました。 まあ、ここまではいかなくてもね、もう本当にちょっとぶつかるとか、危な、みたいなことは、やっぱりコペンハーゲンでラッシュアワーにチャリンコ乗ってると、もうほぼほぼ毎日何かがどこかで起きてるっていう感じがあります。まあ、なので、チャリンコをね、ラッシュアワーに乗るときは特に本当気をつけていただきたいなと思います。で、プラスですね、また違う日なんですけれども、私が仕事に向かってる、まあ、朝の7時ぐらいですね。朝の7時ぐらいだと、まだラッシュアワーではないので、 えー、そんなに道も混んでないんですね。で、私はだいたい仕事行くとき、もほとんど人とすれ違わないぐらいなんですけれども、いつものようにチャリンコ漕いでたら、信号を渡った向かい側のところに、なんかちょっと人が何人か集まってたのが見えたんですね。しかもチャリンコの道の上に。で、普段そんなないから、あらどうしたのかしらと思いながら、まあ、ちょっとゆっくり行ってみたら、 自転車道の上におじいちゃんが頭から血を流して倒れてたんです。怖いと思って。でも、その時にはもうすでにあと4人5人ぐらいの方が周りにいてえ、誰かと電話、まあ救急車呼んでるのかな話してたりとか、そのおじいちゃんの容態をこうチェックしたりとかしてはったから、まあ私はそんなもうデンマーク語もできへんし、救急の知識もない女がいても邪魔になるから、私はその、 大丈夫そうって思ったのを確認してから、まあ、その場を離れたんですけれども、おじいちゃんはヘルメットをつけてなかったんですね。で、そこの排水溝みたいなところらへんで倒れてたんですけど、自転車の道と歩道の境目はちょっとやっぱ段差があるから、その事故した現場見てないからはっきりわからへんけど、まあ、感じ的には、まあ、ぶつかったか自分でよろめいたか、まあ、こけて、 その縁石に頭を打って血入れてたんかなっていう感じで、私が通り過ぎた時はおじいちゃん意識は全くなくて、もう本当にちょっとほんまにやばいんじゃないかなっていう感じの倒れ方してたんで、ちょっとその後どうなったかでめちゃくちゃ気になるんですけど、そんなわからへんし。まあ、だからこそね、余計、あの、ヘルメットやっぱり毎日しようって思うし、その誰かがそんなになってんの見たら。今まで私毎日ほぼヘルメットしてチャリンコ乗ってて、まあそんな怖とか、 危なみたいなそこまでないんですよ私自身がめちゃくちゃスロードライバーで <laughs> 一番端っこをもうゆっくりこいでるんで私自身がそんな事故にかけたみたいなことはほぼほぼないんですけれども自分が気をつけてても本当にアホな運転するやつはもうどこの世界も一緒でいるんでもうなんでって思うことはもういっぱいあるんですね、まあ、だからどれだけ自分が気をつけててもそういうことはあるんでやっぱり 自転車の時あのヘルメットをつけようと思いましたで職場の話なんですけれども私普段はだいたい朝の7時半から2時までが一番基本の就業時間なんですねえでも今私の働いてる子の中に、えっと、大学に行ってる子がいてその子が大学終わりに働くと4時からしか働けないということでたまに週1 まあ週に、多くて週には、7時半から夕方4時までっていうシフトもあるんですね。まあ、それでも高速8時間半やから、なんか私の日本の職場で28年、28年もやってないわ。日本でまあ、何年か働いてやってきたこの私としては、8時間半職場にいるなんて、え、別めちゃくちゃ普通やと思うんですけれども、ある時私がそれで7時半から4時働いてたら、まあ、朝に朝食で、 ま、接客したおばちゃんがいて、で、またね、とか言ってバイバイして、で、その人が4時前ぐらいに戻ってきたんかなほんなら、まだいるんって言われて、<laughs> えまだいるんはい。みたいな。あと、あ、まあ、あと6分ぐらいですね。とか言ったんですけど、長っみたいな感じで言われたんですよ。え ?8 時間半で、そんなびっくりされると思って。で、それをマーカスに言ったら、いや、8時間半は長いと思うで、とか言われて、え デンマークの人は何時間働くんですか普通だって、普通の9時5時でも休憩あって8時間勤務とかじゃないんですかとか思いながら、そんな8時間半職場にいただけでそんなにびっくりされるとはっていう感じで、まあ日本の職場でもね、まあ大体最大8時間ってなってるから、まあ休憩入れたら8時間半とかね、9時間いると思うし、で、オーストラリアで働いてた時なんかは、まあ、まあ、超絶ブラックというか <laughs>、 の、あの、寿司屋で働いておりましたんで、そこやと、暇やったら、休憩 2, 2時間、3時間ぐらい取らされたりするんですよ。もう、その時は、ま痺ってたから、もう、自ら取りに行ってたんですか、私3時間でいいですよ、とか言って、やってたんですけれども、洗脳されてるから。でも、今考えたらめちゃくちゃブラックやなって思うんですけど、だから、普通に朝の9時から働いて、 えラストまでおったら、まあ、夜の10時とかかな、ぐらいまで行った記憶あるから、全然もう12時間以上 <laughs>、い、るなんて普通やった気がするし。マーカスに聞いたら、もうそんな、あの、デンマークでは多分違法やと思って,てました。オーストラリアで移民が多くて、まあ、英語があんまり得意でないからをメインに雇ってるようなとこだから、まあなんか、そういう感じになるけど、ここデンマークでそんな感じの働き方は、あの、違法だそうです。 え、そんでその職場でですね、この前初めて働いてる人たちであのパーティーしようみたいなのあって、営業終わりの夜8時からみんなで集まってお寿司食べながらお酒飲んでワイワイしようみたいな会が昨日かあったんですね。で、今働いてる職場は私の他に、まあ、みんな若いんですけれども、3人、 違う、4人働いてる子がいて、私入れて5人ですね。で、あと2人オーナーがいるっていう感じなんですけれども、その働いてるとこのホステルのカフェ、ラウンジエリアというので、えー、パーティーをしました。で、最初お寿司って聞いてたんですけれども、いや、ま、あでも言うてデンマークの寿司やしなとか思って、そんなちゃんとした寿司じゃないやろとか思ってたら、デンマークでも高級寿司として知られているスティッキン寿司っていうのがあるんですけれども、まあ、チェーン店なんですけどね。 結構お高いんですよ、そこ。そこの持ち帰りのお寿司を一人前ちゃんとセットになったやつを全員分買ってきてくれたりとか。で、プラスお酒もですね、私は今まで見たことなかったんですけど、缶に入ったワインっていうのが今あるらしくて、瓶だったらワイン開けちゃったら持たないじゃないですか。だから1回 ワインを開けて売ったら、その中身はもうすぐ売り切らないともう捨てちゃわないといけないっていうのはだいぶもったいないんですね。でそれを多分なくそうみたいな感じなのかな。カンカンに入っているちっちゃいカンカン 250ml ぐらいの入ってるワインっていうのが売っていて、で、それを試飲して、よかったらうちのお店でも売ろうかみたいな感じやったんですね。なのでみんなでホワイトワイン、レッドワイン、ロゼで、あとオレンジワインっていうのもあって、その4種類をみんなで 飲して、あ、これはいいねとか、これは微妙じゃないとか言いながら、どれを店で販売するかを決めてたりとか、あとはうちの店もともと日本にインスパイアされましたみたいなのを言ってるようなホステルで,で、カフェバーエリアでも日本のクラフトビール、日立のネストビアみたいなやつがあるんですけれども、茨城県かどっかの醸造所の、それを置いてるんですね。でもその飲んだことは今まで誰もなかったから、 それの味も知ってた方がお客さんに勧めやすいやろうということでうちが取り扱ってる5種類ぐらいの日立のネストビールのシーンをしたりとかして結構飲ましてくれたんですね、まあ、そこでみんなで楽しくワイワイやってる時にですねオーナーの方が何かこの海外の有名なドラマの名前を言ったんですねでまあ誰もみんな知らなかったっぽくてシーンってなったんですよそしたら一緒に働いてるこの一人が いや、まあでも君は私たちとは年代がちょっと違うからねって言ったんですね。で、えと思って。私、私はオーナーと同じぐらいの年だとか勝手に思ってたんやけどな。まあ全員の年で知らないんですけれども、他に働いてる子たちはみんな大学行き始めたとかやから、も,うもちろん二十歳そこそこっていうのは知ってたんですけど、えと思って。で、その後にオーナーに、え、私はオーナーと同じような年代やと思ったんですけど、何歳ですかって聞いたら、オーナーが35歳って言ったんですね。 私34、一緒じゃないかと思って、ちょっと年代が違うからねって言ったやつの方を見て、あ,あ <laughs> 言ってないけど実際は。もう気持ち的にあと <laughs> 僕たち年代が違う。まあアジア人はね、やっぱりもう鉄板でどこ行ってもあの若く若く見られるというかあの年齢不詳の顔をしてるってなるんで、誰も私のことを3三十4歳だとは思ってなかったようですね。まあ別に嬉しくも悲しくもないんですけれども。 ってていううのも慣れれるるんでねそう言われることはオーストラリアに初めて留学行ったときは、私も28やったんですけど、その時オーストラリアの語学学校では、あの、18 <laughs> とか言われたんです。あの、10代嘘でしょって。10代ですかって。お酒、お酒飲めるのみたいな言われて、いや、もうこっちとはタバコやめてもう7年ぐらい経ってますけどとか言いながら、えみたいな、なんかそういう鉄板のね、やり取りみたいなのができるんですよ、日本人と。 そうでない人の間ではね。だからもう私は慣れてるんであれなんですけど。まあそんなこともね、軽々しく言っちゃう。あの、若い子たちに囲まれて、おばちゃんはあの、セコセコやっております。頑張っております。えー、ほんでそのパーティーの時にですね、あの、私知らなかったんですけど、まだ働いてそんな日が浅いから、このホステル自体は年末年始結構閉めるらしくってで、私年末年始日本帰るから、あの、長期休暇、長期って言うてもまあ3週間ないけど、 もらう予定ですって、もうともと言ってたから、ちょっとあのみんなに悪いなとか、そんなみんなクリスマスとか働きたくないやろにとか思ってたんですけれども、今回決まったのがですね、もう12月の18日ぐらいから、19日やったかなから、もう2月まで、2月の上旬ぐらいまで閉めるんですって、もうホステル自体。あらと思って、<laughs> あ、そんな営業の仕方があるのねって思って。 え、じゃあやっぱ年末年始でね、帰るってうもうぴったしじゃない。なんか私からしたらその年末年始とか、まあクリスマスはどうでもいいけど、休みを取るということにやっぱりまだ日本にいないにしてもなんかちょっと申し訳なさを感じてしまうんですね。やっぱ皆さんがお休みであろう期間にお休みを <laughs> いただくなんてみたいな。まあもし営業してるならばね、普段私はそこに働く側の人間でしたから、みんなの休みの日に働く のが私の仕事でしたから。申し訳ない感じがあったんですけれども、じゃあ毎年そんな感じで、もうクリスマスの前の週から、1月まるホテルして閉めるんやったら、めっちゃいいなと思ってきて。で、しかもシフト制やから、もうここ働ける働けへんで、シフト出ても働けへんかったら働けませんこの日って言ったらいけるとか、かなりね、融通が効くんですよ、うちのシフト。で、プラス年末年始そんだけバーンと休むでしょ。 だから、私みたいな、そんなにあの、めちゃくちゃ稼がんでいいっていうタイプの人間には、めちゃくちゃ持ってこいの職場じゃねえかっていうのが分かって、ちょっといいなってなって <laughs>。ずっと、ずっともうアルバイトで働こうかなとか思って、思ってます、今。やっぱね、永住権とかデンマークの、目指すんであれば、確かフルタイムで働かなあかんし、納税ももっとしなあかんみたいな決まりがあるんですけれども、 別に自分が永住いらなくて、もうずっと家族ビザを更新更新更新で済むんやったら別に働かんでええし、まあそれはまだどうするか決めてはないんですけどもね、まあ今の現時点の段階で永住権、ああ、欲しくないです別に <laughs>。っていう、まだねほんまにそんな永住権欲しいなっていう、あの、バーンとしたなんていうの大きな理由というか、あの、 ウィッシュみた全然あの、明日デンマーク出ようって言われたも全然いいよっていうあの言える今なら。まあもし永住権が必要になったんやったら、まあ、考えると思いますけどそっから。まあそうではない限り、まあしばらくはクビにならない限りは。<laughs> 今の職場で頑張っていこうかなと思っております。このぐらいの方がね YouTube もなんとか両立してできておりますしそしてもうどん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 難しくなってきたデンマーク語の学校もですねついていくのに今は必死なんですけれども、まあ、ギリギリ宿題もできるぐらいの忙しさですので、まあ、今のところはこれをキープしていけたらいいなと思っておりますえでは最後にですね 私がコペンハーゲンで経験した、ちょっと嬉しくなった話、<laughs> 小話でもしようかと思います。まあ、基本コペンハーゲンで、ね、私はもう常にイラついてるもんなんですけれども、えまずは結構前なんですけど、私とマーカスが、えー、2人でシティホールで入籍をした時なんですけれども、まあ、2人とも結構ドレスアップして、で、その式が終わった後に街中をうろうろ歩いてたんですね。えそしたら、一人の おじいちゃん、おそらくデンマーク人の方なんですけれども、一人のおじいちゃんが通りすがりに、c o n congratulation」みたいな感じで叫んでくれて、そっからちょっとまあちょっとこうお話ししてっていう感じがあったんですね。コペンハーゲンにいると、そんな他人から声かけられることなんかもうほぼほぼゼロなんですね。もう一年に一回あるかないかっていうぐらいの頻度なんですけれども、そんな中で、 もう誰からも声をかけられることはないと思い切ってた流れ、いきなりおじいちゃんが来て、コングラチュレーションみたいな。<laughs> すごいあの、お祝いしてくれて全然見ず知らずの私たちを。その時はもうすごくほっこり <laughs>、いい気持ちになりました。で、まあ似たような体験で、私たちが確か日本から帰ってきた時違う、ボーンホルムかな。ボーンホルムから帰ってきた時に、二人で街中、もう家の近所歩いてて、で、スーツケースを持ってたんです。 なんなら、おじいちゃんが一人、家の外に設置されたテーブルと椅子に座って新聞みたいなのなんか読んでコーヒー飲んでるみたいなおじいちゃんがいたんですね。で、まあその横を普通に通り過ぎてったら、そのおじいちゃんがいきなり、Have a nice day! って言ってきたんです。そんな <laughs>、そんなこと言ってくれる人がいるんですかこのコペンハーゲンーと思って。だって一年半住んでそんな言われた初めてやから。しかもこんなおじいちゃまが若者に言ってくれるのって。 で、マーカスに聞いたら、まあ私たちがそうトランクを持ってたから、多分旅行者やと思われて、そんな感じで言ってくれたんじゃないかってことなんですけれども、2回連続おじいちゃんによるこの温かい気持ちのリレーということで、もしかしたらおじいちゃん世代の方がみんなもういい人なのかなとか思い出して、逆に若い人の方がギスギスしてるのかしらと思ってきました。で、最後にですね、近所の 近所の悪名高いレマトゥースンというあのスーパーマーケットなんですけれども、もう私の一番近所のレマトゥースンはですね、他のレマトゥースンと比べてもすげえ段違いのレベルであの切くて <laughs>、もうティもうが乱雑になってるんですね。 まあただ一番近いということで、あの、私は何かあれば結構ま、そこ行くんですけれども、前ですね、そこのレジに並んでた時、結構その時間帯によっては、列がずらーっとレジの列並んでて、レジを並んでからレジされるまで、ま、数分、5分、10分、待つみたいなところもあるんですね。で、またそれで同じように列に並んでいましたら、スーパーの店員さんが一人何回かこう、バーって言ったんですね。 でもそれ全部やっぱりデンマーク語で私は分からへんからなんか言ってるな。でもまあ分からんからいいやってまあ聞き流すんです。で、そしたらもう一個のレジを開けるからみたいなことを言ってたっぽくてで、普段ですね、通常であればもう一個のレジが開くってなったらもう開く瞬間に一番後ろに並んでるようなもう全然待ってないやんっていうやつが走っていったりするんですね。その新しく開いたレジに。 日本人の私からすると、お前今列加わったやんみたいな。なんでこの元々列に並んでて結構待ってる人を優先させてあげないのっていつも思うぐらい、通常のコペンハーゲンでは、もう我、我先にっていう感じで皆さん走って新しく開いたレジを使うっていう感じなんですね。 で私はそんなにしたくないから、新しいレジアイテムを、私は時間もあるし、ええなと思って、いつも普通のレジでもう微動だにせず並ぶんですけれども、その時はですね、もう初めて、1年半以上住んで初めての経験です。私の後ろの方にいたおばちゃんがですね、わざわざ皆さん、並んでる皆さんに、あ、レジあっち行きますかあ、レジあっち行きますかみたいな一人一人に聞いててまず、 へえって、<laughs> そんな人がいたんですかこのコペンハーゲン、しかもこの近所のレマトゥースンにと思って、そんなんしてる人初めて見たから、あの、レジ行かないんですかって、日本みたいじゃないですか。日本のスーパーやったら、もう通常運転が、その隣のレジがもし開けば、あ、どうぞどうぞ、みたいな譲り合いが始まるじゃないですか。もうそんな感じで。 そのおばちゃんが一人一人な、いかへんのいかへんのみたいな感じで聞いてて、で、私も聞いてくれたんです、そのおばちゃん。でも、私がそのフレーズをきっちりキャッチできなくって、あ、sorry, I don't understand って、あの、英語でわかりませんって言ったんですねえ。そこでコペンハーゲンの通常であれば、まあ、ああ、みたいな嫌な顔される。 デンマーク語わからんのかいみたいな感じになるんですけれども、そのおばちゃんはですね、私が、総理、わかりませんって言った後に、英語でわざわざ、あっ、あっちのレジはね、あの、カードと、あとモバイルペイしか使えないんだけれども、あの、それでも大丈夫だったら、レジ開いたから、行くみたいな感じで聞いてくれて。<laughs> こんな素敵な人がいたんですかここのアブロに <laughs>。と思って。で、あっ。 いや私カード払いなんでいけますとか言ってでちゃんと私を一番に生かしてくれてみたいな感じでもう本当に心の中で1000回ぐらい「天気って言ったんですけどノアブロコペンハーゲンもまだまだ捨てたもんじゃないなと思いました最後にほっこりする話入れときましたココアが冷めちゃうぜはいそんな感じで やっぱり小話ってなってもね、こういうなんか喋るだけってなると本当にどんどん出てきて喋りたいことが結局長くなるんですよね。編集頑張ります。えー、ということで本日もご視聴ありがとうございます。また次回お会いしましょう。ピスイーツ